高輪寺は、愛媛県松山市高輪山山,山頂近くに所在する、真言集大御派の寺院である。本尊は十一面千字観音菩薩。古代には、高輪山系では、修験道が栄え、石槌山に次ぐ聖地であった。古栄華、高輪の峰の嵐ぞ、法の声、千代に八千代に新たなりけり、天智天皇の時、昭泉守る教が、横谷片山に一時を、 創建、一寸八部の戦術観音を、感情安置し、不問委員記事と称し、孔のける以来の祈願祈祷書とした。その後、行記が、慶運三年八月巡釈の右利、この尊像を廃止、五尺余りの大像を彫刻して当中に収めたと伝えられる。そして、孔坊大使が、巡釈の右利、次号を、高野山、高縄寺と改め、 行企作の戦時観論を安置する。天文元年元旦、河野道信公の霊夢により、作事奉行、守保牧将言通り方に仰せつけ、横谷村から高輪山へ遷座した。天正十三年戦火により道具は消失するも、本尊の未累承を免れる。その後、明和年間第十三代住職、吉天僧正により再建され、江戸末期に改修された。 毎年10月第4日曜日、平安末期から戦国末期にかけて、勢力を誇った、北条発祥の豪族、河野氏を検証する、河野氏祭りの会場の一つとして同時において、北条地域の大先祖である河野家類以並びに各家の大先祖様の母代を弔う法要が、行われ、その後郷土芸能である、伊予漫才や死師蔓延部が奉納される。現在は、 現住職夫妻が営業されているため、いろいろなお話や説法、時にはご祈祷相談も受けられる。山頂部大駐車場までは、中型バスまでは通行可能。また最近大駐車場に、洋式水泉公衆トイレが完成。その他近くには、高輪山の目印になったとされる七本杉や、大市見返りの杉など巨木が立ち並ぶ。山頂部は、県立奥。 道後玉川自然公園に指定され、ブナ林の災難現地であり、秋にはブナの紅葉が素晴らしい。その他境内では、熊谷草や四国滑降草の群生も見られ、高輪半島最後のしだれ桜の開花時には見応えがある。ありがとうございます。